快乐。平时就相当喜欢中华料理的日本人气男星佐藤健，近期就好友樱田通一同挑战正统四川火锅。すごい。日本じゃないみたい。あらあら。かわいい、あ、パンダたくさんいる。かわいい、あ、本当だ、パンダいっぱいいる。かわいい。じゃあちょっと鴨の血いただいてみ見ちゃっていいですか。ね、いただきましょう。このまず特製スープと自分たちこの自分たちで作ったやつで食べていいんでしょ。いただきます。はい。うま。え。おいしい。いただきます。これ美味しい。ブリブリだね。天才かも。最高です。なんかレバーっぽいって聞いて、僕もともとレバーあんま得意じゃなかったから少し実は不安だったんだけど、全然美味しい。全然美味しい。臭みなんかゼロだね、本当に。本当に美味しい。最高です。只见两人吃得津津有味，嘴里不断大赞吃得好满足。佐藤健还不忘加点最爱的炒饭。めっちゃけチャーハン食べたいね。あ、麺、はい、美味しいね、それもやる、絶対それもやって五目チャーハンも頼む。好きだからなんかもう食べないと気が済まない。食べてみよう。うまい。これすすったら結構期間やられるかもしれない。おいしい。辛いけど、まあこれはすごく美味しいっすね。味は一食しよう。こっちはい、はい、はい、赤を欲するんだよ、多分その一日働くと。あ、刺激、赤が欲しくなる。いや満足ですね。最高です。ありがとうございました。ごちそうさまでした。忙碌的佐藤健不仅开设 YouTube 频道和粉丝分享工作日常，年初他也创了哔哩哔哩账号，吸引大批台湾及中国大陆粉丝朝圣。佐藤健的新作《First Love》初恋也将在月底上映。他和实力派演员满岛光将诠释一段横跨超过二十年追寻人刻骨铭心的初恋故事。明日どこ行く？今電話中。タバコの味。俺はどこにも行かない。ずっと味方だから。かっこいい。大切な人を守れる人に。10年後か。何してんだろう。あ、つながった。しばらくそっとしておいてほしいな。藤木通したら俺は君に会いに行きます。こんなプロポーズある？高幹部候補生伊藤空想兄貴春道。なんてパイロットになろうと思ったの？イラク全般の治安情勢は危険予断を許さない状況であるが、みんなよろしくな。 But if you really try, I'm sure you can make it. 失望させてごめん。ここを組んで結構楽しみにしてた。地震による津波によってハラミチ、お前ひょっとしてまだ？なわけねえだろ。すいません、やっぱちょっとあげてもらってもいいですか？一番好きな花なんです、ライラック。毎朝飛行機見るとよし今日も頑張ろうっていう気になります。いつか来るその日にまた会いたい人は誰か。